1943年2月4日の日食は、1943年2月4日に観測された日食である。中国、ソ連、日本、アラスカ巡州、カナダで海域日食が観測され、北、太平洋とその沿岸部で部分日食が観測された。海域帯が通過した海域日食が見えた地域は当時満州国東地下の中国東北部、ソ連の沿海地方。 日本北海道、アラスカ巡州南東部、カナダの有根巡州北部だった。また、海域日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、極東ソ連東部、東アジア東部、フィリピンのほとんど、北アメリカ西部、北、太平洋の島々だった。そのうち、約半分が、国際日付変更線の東にあり、2月4日に日食が見えた。 残り半分は2月5日に見えた。中国で回帰日食当日の2月5日は旧正月だった。当時日中戦争があり、回帰帯が通過したすべての地域は満州国の統治下にあった。中国の科学家は回帰日食の観測をしなかった。ただ、中華民国統治下の中国大陸で発行された中国国民党の機関紙、中央日報で東京会期日食という、 短い報道をした。日本水卓にある国際動観測所は北海道釧路市に観測隊を派遣し、及川誠一が回帰日食の写真を撮った。釧路は北海道の中で日の出が早く条件の良かった場所で日の出から11分後の6時46分に日食が始まった。 その後1時間5分ほどで太陽は月によって完全に覆い隠されて2分間弱にわたって回帰日食が見られた。東京天文台は7つの観測隊を釧路市、厚岸町などに派遣し観測が成功した。アラスカ巡州のスワード、バルディーズ、コディアックなどで回帰日食が見えた。また、アラスカ最大都市であるアンカレッジは怪奇帯の北縁にあり、 市の南東部で回帰日食が見えた。アラスカ大学は日食当日の2月4日で講座を開き、回帰日食を情報を解説した。ありがとうございます。